歌舞伎町シャーロックは、プロダクション IG 制作による日本のテレビアニメ作品。2019年10月から2020年3月まで毎日放送、アニメイズム B1 枠他にて連続にクールで放送された。プロダクション IG と角川によるオリジナルテレビアニメーションであり、架空の街、新宿区歌舞伎町が舞台として描かれる。また、本作品の内容は、 シャーロック・ホームズシリーズのパロディとなっている。2018年8月10日に歌舞伎町の八つとして発表され、その後に本タイトルが正式発表された。舞台は壁とゲートで東西に分かたれた新宿区歌舞伎町。ウェストサイドで観察医を務めていた青年医師ジョン・イーチ・ワトソンは風変わりな依頼を好むという探偵シャーロック・ホームズを探してイーストサイドの バーパイプキャットを訪れる。そこは、お姉のハドソン夫人が店長を務め、京極冬人、メアリルーシー姉妹、ミッシェル・ベルモンと小林トラ太郎たちが集う、探偵長屋だった。事件の依頼を受けると探偵たちは報酬を争い、混沌とした街へ飛び出していく。ウェブコミック、マグコミにて連載。作画は水越きぬ。2020年10月5日。 著者都合により連載中止となったことが発表された。掲載文の書籍化予定はない。森明マロによるノベライズ作品が角川文庫より刊行。ハドソン夫人役の諏訪部淳一と小林虎太郎役の立花の辰丸がパーソナリティを務める歌舞伎聴者ロックパイプキャットラジオが夫泉にて2019年10月9日から2020年4月8日まで。 各週水曜日に配信、ありがとうございます。